アンナから聞いた。ああ、ごめん。迷惑だったね。勝手に押しかけちゃったりして。逆だよ。礼を言いたかったんだ。オイラのせいで、お前をあんなひどい目に遭わせちまったのに。お前は、オイラを友達だって言ってくれた。よく。礼は無事修行を終えてからにせい。け、じいちゃん！ってことは、この人が朝倉家の王さん？ようが世話になっとるようじゃな。あれは春雨。わしがアンナに持ってくるよう頼んだのじゃ。お前の持ち霊も見ておきたかったからの。修行というのはその成果が明らかになって初めて終えたといえ。さあ春雨を手にするがよい。うわ、変なのいっぱい出た。式神、陰陽師の最も得意とする呪術、あれが陽明のオーバーソウルよ。変だな。昔は恐ろしかった式神なのに、全然なんとかなりそうな気がする。おお、ならば朝倉式陰陽術百式神受けてみるがよい。よく。黄泉の穴は想像以上の浮力をお前に与えたようじゃな。なんだ、オイラの阿弥陀丸がいつもと違う形に。強力な浮力はより強大な力を作り出す。お前のオーバーソウルは進化を遂げたのじゃよ。ヨドロ、進化って何のことでござるか。阿弥陀丸が喋った。オーバーソウル状態なのに。オーバーソウルはどこまでも進化するもの。その侍の霊はより高い次元で具現化された、その証じゃ。よく頑張ったよシャーマンファイト。わしも家族もお前を応援しているよ。おう、適当にやってくら。